すごい。チェイ君調子だ。アメリー、どうもアメリーでーす。じゃあ、悪くなかった。めっちゃいいわ。いいんかい。うん。回転ドアめっちゃ作りたくて。回転ドア熱いね。これ昔からの夢だったよ。でも言ってたよね、カラクリ系の企画をね。そう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 、言ってた言ってた。でもうさ、扉はさ作っちゃってる。あ、実はこれ、あ、これなんだ。そう、この丸い棒を入れて、まああの何コマみたいな感じで回る機構にしようと思った。なんか回転の金具とかあるんだけど、ちょうどいいの出るんだよな。まあ、渋いあの木が擦れる音がしてもさ、まあよくない。あの、確かにポスターフリア式みたいな感じで行ってきましょう。はい、ゴー。こういう感じよ。ちょっと浮いて地面に。おう、え、重そう。これいや、これめちゃくちゃ重くてさ、何個か下に入るんだよね。だ、だ、だが、ちょっと待って、これもうだろう。何これ、見ちゃった。え、何が出た。何が、何これやば。わ、すごい天才だわうわ、これってもうみんな見てんの。うわ、これいつ見てもいいな。天才だ。うん、ちょいはい、いっちゃうよ。うん、うん、ちょい、うん、ちょい、うん、楽しみにしてた理由が分かったわ。せーの、おお、いく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 、回るね。来るよ。で、おお、じゃーんというね。俺いなくなった入ってたな。すごい。ということで、この企画の本当の名前は、マリオ好きな友達にボム兵の戦場風絵画の体験扉やってみたでした。なげえ。すげえ、これ描いたの。やばいっしょ。やばいね、これ。そう、マイフレンズも描いてくれた。天才じゃん、プロじゃん、マジでこの裏よ、すごいよな。すごいよ、もったいねえ、この上に置くのも。やばいっしょ。もうでもこの部屋から出れないから、これくそー、でっかすぎて。1万円じゃんもう10万円でしょ。いや、10万円だよ。いや、100万円だよ
絵に直接バーンって飛び込むのはさ現実感がないじゃん。ホログラムとかのレベル、これでしょ、現実的で一番いいの。すごくない、これがすごすぎるよ。えぐいえぐいえぐい、うぜえうぜえ、いかった、オッケーオッケー、上にちょっと作れるか、あとは回ればいい。すごいって、いやいい、これちょっと壁にさちゃんとはまったの見るの初めてなの。これ何日かかってんの、え聞きたい、うん、3時間いやすげえすげえマジたった3時間でかけんの。そう、うわーすげえ、しかもボムヘッド洗浄でしょ、選ぶのは怖いなでしょ。つうか正直選択肢があんまりなくてさ、これかあのなんだっけ雪のどこ、寒い寒いもん、どっちかだったね。いやこっちだよな、でしょ。マリオ好きだけじゃないよこれ興奮するのチラッとでも知ってる人でももう興奮するよ多分。さあ回るか、入っていい、どうかやろう、ちょっと入ってみよう。おお回る回る、いいじゃん、全然回る、一周するっちゃ、音やば、あそこでなんか固定かかるんだ、わ回るもんだね意外と、もう夢のようじゃんこの動画の絵、やばいよね。うん、あやべ回れる、ギリだな、これ痩せる系な、うん、回せない、完璧だ完璧だよ、わギリだ、削るか、オッケー、すごい枠、いやぽいよぽいよ全然、うん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 、これなかなか通りたい人いるんじゃない、いるいる、どうならもうこっちの内装もマリオにしたくなってくるな、なってくるよな、うん、後ろ見たくな、で意外とこのさ石膏ボードの感じがさ意外とな、そうあのマリオのブロックって結構石膏ボード色じゃん、あ確かに確かに、だからなのかな、馴染みある、馴染む馴染む、うん、いいな、じゃあ